さあ第2回戦、うん、は何をするんでしょうか。はい、はい、こちら今テーブルが置いてありますが、はい、この裏にですね、はい、足つぼマットと飛び降り用の箱馬が、うわ、飛び降り用いる。いや、この、ね、この年齢の人の足つぼマットほんまに痛いから、せっせいせっせいの塊や、このメンバー。じゃあやめましょうか。やめましょう。本当はやるんですよ。なるほど。間に合うので、はい、まず先方向分かれまして、はい、どちらかの飛び降り場所にマットを置きます。はい、どちらが踏んでいるかというのを当ててもらうんですね。わかりました。もう選んでいいんですもんね。だってこっちはね、このパターンで言うと。まあ、まあ、あのチームでじゃんけんでもいいし。あ、もういや、もちろん平等にせなあかんで。ちょっとそれはほんま言わせてもらおう。関係ない、宮迫チャンネル関係ないですから、これは先輩の。先輩、ここは関係ない。はい、はい、関係ないですから。じゃあまずは成功パーを決めましょうか。はい。せーの。朝一緒、さあ一緒はグッチ。じゃんじゃんじゃんけんぽん。ちょ、何それ。何それ。何が？あっちやな。いや、違うよ、こっちやな。じゃあせ。先行じゃない。ちゃんとやりましょうよ。ビビっとんか。ビビっとんか違うかな。真面目にやるやそんな。ちゃんとね、ちゃんと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 やったやった優勝優勝違う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 後半薄い早くどっちや後半薄いでしょこれ先行おお先行分かりましたはい僕は別にまだいいちょお前体重とか考えるよまだまだじゃあもうじゃあどうしよう死んじゃうこれ靴履いていいんですよね靴履いたままやっていいですかこれ。ダメに言われてます。はい。あ、ダメですか。靴下は OK ですね。あ、靴下はいい。どうしましょう。よし、これ。さあ、どちらかの下に。一瞬のピクがあるんですよ。一瞬のピクが。耐えられへんと。はい。もう痛いから。めちゃくちゃ痛いからね。はい。じゃあ、カウントダウンから。はい。はい。高いとこやな、ほんでまた。5秒前。4、3、2、1、どうぞ。ちょっとあのそこで足踏みしてもらっていいですか。お願いしますお願いします。はい、せーの、1、2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 。はい、はい、これでももうこうですよね。さあ相談していただいて、はい、それで合わせてお答えお願いします。せーの、河本。正解は。でん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 。おえー！もう！嘘！うわー、そっちか。これはやられた。降りていいの？さすが。ああそうか、よく我慢してくれました。これは騙された。2人とも河本やったわ、うん、と思ってた。うわー、これ騙された。やったー、やりました。先生、学校さんが余裕で耐えてるっていう意味だった。そうそう、なるほど。あ、これやられたな。まんまで痛かった。最初のガシャンがもう痛すぎてガシャンってなったやん。それ的プラン考えてた。うまいわ、あれ。うまかった。めっちゃうまかったわ。これやられたな。ね、やりすぎや思ったんですよ、俺。木村さんが。そうそうそう。でも、やり。何も演技してない。心臓押さえてますもん。やった、先生。すげえ。いや、これやられたな。これはすごいですよ。これはやられましたね。おっしゃ、はい、それでは先行ここチェンジでございます。これすごい。それでは、あの、もう絵に入ってる。ここから見とかね。もう絵に入ってますね。入ってますね、これは。これは、このまま払えんなぁ。これ、どっちもわかんない。カオス。
宮迫さんチームの2人がよろしければ。はい、いつでもよろしいください。はい、よろしいですか。はい、はい、では5秒前4、3、2、1。よいしょ。これは分かる。さあ、じゃあ、足踏み、話していきますか。すいません、あれですか。あの、足踏みを。足踏みとかも早く。足踏み、更新をしてください、それは更新を。初めてです。はい、せーの。はい、いっそ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 い。軍事パレードぐらいやってもらっていいですか。北朝鮮の軍事パレードぐらい。でもも、もも高かげで、もも高かげで、もも出すやつやん。おっ、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 せーの、宮迫さん。さあ、どうだ。正解はどうでしょうか。正解でした。やったー。うわー、いやー、でも悩んだね。どうしよう、マジか。うまい。いいのか。もういいのか。終わらせていただきます。もうちょっと高くください。あ、ほんとです。何や、その角度いらんやん。いるで、もういった。これは痛い。くっそ。いや、いや、ほんまに悩んで、ただ、バレた。一個、広下くん、あの勢いで言ってたら、体重と身長、もう折れると思った。取れると思った。いや、あの、広下やってたら偉いことだよ。偉いことだって。よかった。実際はどんな感じなのかは、ちょっと知りたいですね。見すぎて。うわー、今まで見てきた全てのものの中で一番面白くなかったもういいんですね。やらなくていいんです。もうやめるということでいいですか。お仕事をもう放棄ですよ。本当に今までいろんなネタとか企画を見てきた中で全部今までのもう何十年もの中でお笑いしろ、お笑いしろ、これ一番面白くなかったですよ。そんなに怖いんだ。そんなに嫌なの。行くで。あ、もうめっちゃ嫌。5、4、3、2、1。やばい。スタート。あ、見た。それを見ました。その土下座も見たことある。見た見た。半沢直樹。半沢。半沢直樹。半沢直樹や。もっとこうなってたっていうことなんですね。立てない、無理やったんで、下手したら倒してたんもん。そうや、前やったら。いや、痛かったんですよ。いやー、いや、ほんとどっちもだからすごいから。マジでうまかったですよ。